羽生選手はリンクにお辞儀をするんですが、これは柔道の礼に始まり礼に終わるところへのリスペクトからしているそうで、今回の高藤選手の優勝シーンを見てさらに柔道が好きになったのではというような、素敵なお互いを称え合う決勝戦後でしたね。今回は2004年アテネ五輪、2008年都市北京五輪を担当していた記者、榎本雄一さんの記事からです。東京五輪男子柔道60キロ級で、2016年銅メダリストの高藤直寿が、今大会日本選手団最初の金メダルを獲得した。2018年平昌五輪男子フィギュアスケートで連覇を果たした羽生結弦の演技と言葉に刺激を受け、掴み取った約3年前の羽生と同じ日本選手団第1号金メダルだった。2018年2月の平昌五輪、男子フィギュアスケートで、羽生結弦が圧巻の演技で日本選手団第1号となる金メダルを獲得した。記者は当時、兵士のメダリストコラムで高藤を初めて取材した。五輪メダリストとなって初めて見る五輪。夏と冬は違いますけどみんな、この大会に人生をかけているんだろうな。重圧きついんだろうな、と自分の経験を重ねながら見られるのは、出た人にしか味わえない五輪の楽しみ方。良いも悪いも1日で決まってしまいますから。羽生選手に対しては、周囲は優勝を前提に見ていますよね。ある意味で、お家芸、と呼ばれる柔道にも通じる重圧かと思います、とその重圧とストレスをおもんぱかっていた。右足首の故障も抱えながら連覇に向け、優勝候補の本命として、勝つべくして勝ち取った金メダル。高藤はテレビの前で、羽生の滑りに釘付けとなったという。心から感動しました。自分の現状や強さ、弱さを熟知できている。五輪だからこそ、自分にできる最高の演技がしたいと思う中で、その日のベストを出し尽くすことに徹した、と圧巻の滑りを分析した。五輪連覇後のインタビューで羽生は、勝たないと意味がないので、この試合は、これからの人生でずっと付きまとう結果、本当に大事に、大事に結果を取りに行った、と本心を語った。高藤はその言葉に聞き入り、インタビューを見て感動した後、自分ももっと頑張らなきゃ、負けていられないな、という感情が湧きました。やっぱり僕も金メダルが欲しい。自国開催の東京五輪での金メダル。この時期に生まれた運もないと味わえない体験ですから、と、東京五輪での世界一に照準を絞った。高藤が初出場した2016年のリオデジャネイロ五輪。今大会と同じく日本選手団第1号金メダルを期待されたが、準々決勝でまさかの一本負け、銅メダルに終わった。人生を大きく変えてくれるのが五輪のメダル。僕の中では金メダルを逃した悔しさの方が今でも大きい、と話していた。当然、各大会の日本選手団第1号金メダルの期待と重圧は大きなものがあります。生涯で一番輝ける舞台ですから、できれば自分が第1号になりたいという欲も湧きますよね、と。羽生の勇姿に東京五輪金メダル第1号への強い思いも口にした。そして昨日、羽生のような華麗さや派手さはなかったかもしれない。大喝采が降り注いだ平昌五輪とは異なり、コロナ災いで柔道会場の日本武道館は無観客だった。それでも高藤は羽生と同じく、夢舞台で冷静に自分の試合に徹し、決勝までの3戦を全て延長戦で競り勝った。豪快に勝つことができなかったけど、これが僕の柔道。泥臭く、粘り強く。羽生と同じく日本選手団大会最初の金メダルを手に入れて日本中を感動に包み、日本選手団を勢いづけた。まさに有言実行の見事な金メダルだった。